久保さん。今回、秋田の大雪にしましょうか。秋田の大雪。久保さんがね、ネタがありすぎるみたいな話をしてたんですけど、ね、これね、億万長者合宿本、本編というかね、合宿中でも、一次情報、二次情報、三次情報みたいな話をしたと思うんですけど、久保ニュースですね。久保ニュース <laughs>。まあ、これ、合宿参加してない人は分かんないと思いますけど、要は、あの、うん、テレビ番組のニュースとかも、 まあ、同じようなことネタや、同じようなネタをニュース流してるんですよ。だけど、ハッちゃんを見てんのか、えー、NHK を見てんのか、ただそれだけの違いなんですよ。言ってること変わんないですね、大したニュースの情報って。だから僕は、例えば、じゃあ、じゃあですよ、テレビ見ない人は、僕が秋田でね、大雪、大雪が今すごいことになってますよって言ったら、あ、秋田で大雪になってるんだっていうことを知れるわけじゃないですか。 で、僕はこれ、久保さんの動画が終わった後ね、なんかニュース、なんか自動再生みたいな感じで、ニュース番組が流れて、秋田で大雪ですみたいなのが流れてたんで、まあそれ言ったんですけど、でもテレビでも見てないとか、まあ YouTube の,のニュース見てない人は、ね、秋田、秋田県じゃないとわかんなくないですかわかんないですよね。そもそも雪が降る地域じゃなかった雪に関心ないだろうし、あ秋田ってニュースあんのかって。でもこれが僕の話を聞いたら、 知ったっていう人もいるかもしれないですよ。テレビ見てない人、今多いですからね。うん。で、YouTube のニュースを見なければ。だからコロナな、なコロナでバーって騒いでるときも、僕、テレビないので、あのー、なんだ。ま、あ YouTube のニュースを見に行くしかないんですよ。ね。今 YouTube でもライブでニュースガンガンやってるんで、まあ、見ようと思えばニュースは見れるんで、あれですけど。だから、なんだ。 僕はそれで知ったようなもんですよねコロナがそういうことになってんだなみたいな <laughs> うんだから結局その自分が発信するっていうことはあのその人の見てる視聴者の第一次情報になり得るよとでも発信しなければでも自分が自分が発信してる内容っていうのは2次3次情報なんですよだってそれはだって今さっき僕はその秋田のね大雪っていうのを知ったわけですから2次情報で言うんですよねでもその話を僕がしてで僕の話を初めて聞いた人は1次なんですよ ただ、結局、発信したもんがガチなんですね。うん。だから、まあ、ネタがないとかね、あの、久保さんが、ね、ネタに、ネタがありすぎるっていう話をしてるんですけど、まあ、僕もネタに困ることはまず100%ないですね。そのが概念もあるんで。うん。あの、自分が発信すればもうすでに一時情報だと。要は、2時か3時か4時か、えー、5時か価値があるかどうか決めるのは視聴者であって、僕ではないと。 いうとこですね。いってらっしゃい。